はい、こんばんは。今日も始まりましたボスタイム。皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。10月、今日そうですね、27日。はい、もう10月後半ですね。もうすぐ、まあ、この収録になるんですけどね、こちらの番組。はい、まあこの放送がされるときは10月の後半だね、27日あたりになります。はい、まあだいぶね過ごしやすくなってきたんですけど、まあでもこの間の台風結構大変でしたね、本土の方は。はい、もうやっぱりああいう風に水害になってしまったら本当に結構大変なんですよね。まあまああんまりね、そういう風な似たような体験ってなかなかできない部分もあるんですけど、まあそうですね、まあ自分自身は結構いろいろね、いろんな経験してきてるんで、ちょっとそのイメージは大体つくんですよね。まあ水がね、水害でああいう風に床、家の方に入ってきたらね、やっぱり結構臭くなるんですよね。泥水とか、結局ドブ水とか、みんなもう一緒に汚水が流れてきたりとかね、やっぱり泥の水害っていうのは結構匂いがきつい感じなんですよね。なので一回洗い流してもね、なかなか取れるもんでもないんですよね。まあ一回やっぱりなんていうんですか、引いてしまって、やっぱちょっと乾燥しまったら、それが匂いがこぶりついてね、結構きつかったりとか、まあまたねその後にね、洗い流さないとね、洗い流してもなかなか匂いって取らないんですよね。まあそれでもやっぱり家なわけですからね、住むためにはちゃんと掃除もしないといけないんですけど、まあ何よりもね、ちょっとすごいタイミングが悪いなと思ったのが、やっぱり時期ですよね。まあ10月入ってもう向こう11月ぐらいなんて、すごい結構寒いんですよね。まあ、こんな時期にね、こういう災害に遭ってしまって本当にね大変だなと思います。まあ実際家がね水没してしまった、やっぱりね、高いお金払ってやっぱり家を建ててるわけですからね、まあその家がねそういう風になってしまうっていうのは、本当にやっぱり住むところあってのね、生活ですからね。大きい買い物をしてね、ああいう風になってしまったら本当に人生が狂うような感じになってしまうんですけど、まあ何よりもやっぱり命がね一番ですよね。命があってからこそ何でもできるかなっていう部分なんですけど、それにしてもやっぱり家がね流されたりとか、ああいう目に遭うってことはやっぱり辛いですよね。本当にちょっとまあ離れてるんで、何にもできる、何もまあしてあげたいなって気持ちもいろいろあるんですけど、なかなかねそういうわけにもできないんですけど、まあこの間そうですね、ちょっとまあ離れながらでも、じゃあそういう水害対策のため何かできないかなっていう分でね、ちょっといろいろ考えてたんですけど、私的には沖縄でね、沖縄、まあなんていうんですか、1階の部分は駐車スペース作ってね、ちょっとかさ上げしてね、そういうふうに2階から住宅にするような作りがあるんですが、ああいうのとかね、河川、本土のね川沿いのところにねあったら本当いいような形で作れるんじゃないかなと思ったんですけど、やっぱり本土のね家の作りといいますと、木造建築がほとんどなので、やっぱり濡れてね水没してしまったら、やっぱり流されやすい部分もあるんですよね。結局コンクリートよりはやっぱり弱い部分もあったりとか、やっぱそういう部分ではちょっと考えないといけないところもあるんじゃないかなと思いますね。まあ実際ああいう沖縄のね橋桁といいますか、1階は駐車場にしてね、ちょっと2階から住宅っていうのは、ああいう家の作り方だったらね、やっぱり川のそばのね住宅地とかありかなと思うんですけどね、まあ、やっぱり沖縄と向こうの作り方やっぱり違うんでね、実際沖縄はね台風とかでもやっぱ被害が少ないかなっていう感じですよね。やっぱり台風の銀座と言われるだけのことあって、沖縄はねコンクリート中心の住宅が多いのでね、やっぱり本土よりは
結構被害も少ないかな。まあ、今回風とか、まあ、風も強かった部分もあるんですけど、やっぱり川、大きい川がねあったんで、結構やっぱりそれが被害にあった原因かなっていうのはありますよね。まあ、沖縄はねあんまり大きい川も少ないんですけど、まあ、本土の方はやっぱり山が多い中にねああいう川が結構あるのでね、結構急な勾配の川とか結構ある感じですね、本土の方は。まあね、私たちもいつね自然災害があるかわからないのでね、注意したいと思います。はい、では西暦2019年10月27日日曜日夜の11時、ナイスな1時間を過ごしてまいりましょう。この番組はトリノのボスがリスナーの皆様にハッピーでプラスになる情報をお届けする番組です。毎回さまざまなテーマのもと、私ボスがハッピーでプラスになる情報をお届けします。番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは 780@fmnaha.jp、 ファックスは 098-860-0262 までお願いします。この番組の提供は、素敵な出会いを探すなら鳥のパーティー、確かな出会いをするならマリッジサーチング、以上各社の提供でお送りさせていただいております。はい、では今日のね、今日ですねテーマなんですけど、ちょっといろいろ考えてたんですけど、今日のテーマ前半はですね、読書についてねお話したいと思います。前も話したかな、多分、まあね、もう今回何回目かな、このラジオ番組なんですけど、私ちょうど1年半年ぐらいかなになるんですけど、多分おそらくこの回で88回目ですね。はい、あっという間に、まあ早いですね、1年半年って結構長くやってきたなっていうかね。まあ、この番組ね、私もチャレンジのつもりでやったんですけど、はい、まあたまたまいろいろありましてね、ラジオパーソナリティをやることになっております。で、皆さんにね、せっかく聞いていただける時間なのでね、何かプラスになる情報をお届けしたいなと思っております。今日は前半ね、読書についてお話したいと思います。読書どうですか、皆さん読書されてます？まあ本好きの方はね、多分結構いらっしゃるんかな。まあでも今ね、本屋さん、大きい本屋さんもね、まあFM の葉の近所にも純駆動とかね、結構大きいところあるんですけど、まあ今僕らが小さいいうか学生の時に比べたら、本屋さんの規模がまず大きいね、本屋さんがあちこちでねあったりとか、宮脇商店とかさんとかね、はい、まあもうまず本の量が違いますよね。もうすごい数が幅広い範囲でねありますよね。もうそういう意味ではね、すごい今恵まれてる環境だなっていうのを私も思うんですけど、まあ今のね若い子たちといいますか、本当に今恵まれてますよね。そういう大きな本屋さんがあるわけですから、まあ本屋さんって すいません、ちょっと喉の調子が悪くて申し訳ないです。まあ本屋さんね、まあ僕そうですね、週に2回ぐらいは行きますかね。はい、まあやっぱり情報収集とかいろいろまあ本って基本ね、常に日を追うごとにね、出版されたりとか新しいものが出たりとか、まあ行くたんびに新しい本と出会ったりとかね、そういうのがあるんですけど、まあやっぱり新しく発売される本とかいろいろね、行くたんびに新しい本は出てますね。はい、まあそんな中でね、いい本と出会うわけなんですけど、まあ出会うためにね行くわけなんですけど、やっぱり本屋さんってそうですね、まあ宝がいっぱいあるとこですよね。うん、ある意味
まあ、本屋さんみたいな代わりになるようなところないんじゃないですか。あんだけ情報量がね、情報量とかいろんなものが幅広くね掲載されてるものが売ってるっていうのは、やっぱり本屋さんっていうのは本屋さんしか出せないようなね、マーケットがあると思います。まあ本屋さん実際そうですね、行って、まあ人それぞれどういう本を読むかなっていろいろあると思うんですけど、まあ一番ね趣味についての本を読む方が結構多いのではないでしょうか。まあもちろんね小説とか週刊雑誌とかいろいろあるんですけど、まあ今そうですね、まあ、こんだけね豊かな社会になってるわけですが、やっぱり趣味関係のね情報誌、関係の趣味に、自分の趣味にね関係あるね情報誌とか、まあ、そういう類の本も結構ありますよね。まあそういうのも大事なんですけど、まあ本当、まあ人それぞれね見る本もいろいろ違ったりとか、まあ僕もねそんなにね、まあもちろん最初はねバイク雑誌とかね車の雑誌とか結構趣味系の雑誌をねよく見てたんですけど、まあ社会人になってね、やっぱりね仕事をしながらね社会の中でいろいろやっぱり人生についても考えないといけないし、仕事についても考えないといけないし、じゃあ自分でどういうふうな人生を過ごしていくかっていうのもいろいろやっぱり自分の人生についてね考えていく中で、やっぱりなんていうんですか、本屋さん行ったらいろんな本あるんですよね。まあそこでね、まあ自己啓発系もありますし、まあいろんな本本当にあります。まあそういう中でね、まあいろいろ見てね本を探すんですけど、まあ買ってちょっと違うなっていう本も実際あります。中にはねちょっと外れだなっていう本もあったりとか、まあ、実際ああ当たりだなっていう本もあります。まあ結構いろんな本あるんですけど、まあ大体こうその本のねポイントとしてはね、その本が伝えたいこと、重要なポイントね、その本まあ 100% なんていうんですかまあその本一冊の本で実際じゃあ要所要所伝えたいところっていうのは本当に 10% ぐらいなんですけどね、やっぱそういうところをちゃんと探してね、見つけ出してちゃんと自分に吸収できるかっていう部分もあるんですけどね、まあそういう部分でやっぱりいい本と出会えたらね、実際読んだ後にね気分がちょっと高ぶったりとかしてね、今のままではいけないなとかね、本当にそういうふうな思いもあったりとか、本当本によってはね自分読んだ後にね気分を変えるような本もあるんですよ。そういうふうな本と出会った時っていうのはやっぱり嬉しいですよね。まあそれは一つの本と出会ったっていうことになるんですけど、まあやっぱり全ての本がねそういうわけではないんですよね。やっぱりいろいろ見ていく中でこれは結構いいなとか、そういう風な本、まあもちろんその中でタイトルでねやっぱり選んだりとか選んで、その中で自分とねマッチングできるような本と出会った時っていうのは本当にいい形でねいい吸収できますよね。まあ本っていうのはやっぱりなんていうんですか、買わないといけないですよね。まあもちろん図書館とかねあるんですけど、まあ実際本当にいい本っていうのは持ってても、ね、いいと思います、まあ、自分もそうですね、やっぱり一番何にお金を使ってるかって言ってやっぱり読書の本ですよね。はい、本には結構ねちょっと結構と言います、ちょっとだけねお金を使ってます。はい、まあこれは自己投資なんですけどね、はい、まあ自分のためになるような、自分の肥やしになるようなねものに対しての投資できるような部分っていうのはやっぱ本ではないでしょうか。まあやっぱり読書をすることでね世界観も変わってきます。あとやっぱり思うのが、やっぱり読書をねしてる人っていうのはやっぱ想像力がね高いですよね。発想力、想像力、まあ僕らの仕事もね、デザイン関係の仕事してるんですけど、やっぱり企画をねするときにねやっぱ発想力、想像力っていうのは
結構必要になります。まあ、そういう意味でもね、やっぱり本を常にね読んでね、いろんな情報を吸収して、まあ仕事にも生かすこともできますし、まあ、人生についてもね、それなりにねためになるような情報をいつも吸収できるようにしております。はい、まあ、そういう意味でもね、読書っていうのは大切なことじゃないかなと思っております。はい、では今日の1曲目、今日はですね、これは僕がね高校時代聴いた曲なんですけどね、前もちょっとかけたことありますからね。はい、今日はメンアットワークでいきます。今日の1曲目、メンアットワークで It's a Mistake。
はい、今日の1曲目 It's a mistake でした。メンアットワーク、これね1981年のね歌ですね。ちょうど私が高校1年の時ですね、結構流行ってました。はい、これ聞いたらね、マクドナルドでねアルバイトしてる時すごい思い出すんですよね。はい、もう本当懐かしい歌です。やっぱりいい歌はね、いつ聴いてもいい歌ですよね。懐かしい、まあ皆さん多分あ懐かしいなと思われた方も結構いらっしゃると思うんですけど、はい、まあ私の番組そうですね、80年代の歌も結構ね流してますよね。はい、まあそうですね、昔の歌結構大好きなので流しております。はい、今日はですね、読書ね、読書についてお話しております。まあ読書でもね、まあいろんな雑誌が本当に雑誌といいますか本がいろいろあってね、趣味の本から本当にいろんな幅広い本があります。まあでもやっぱり自分が好きな本から始めていく感じでもあるんですけど、まあやっぱりなんていうんですか、タイトルにね惹かれるような本ね、ビジネス書もそうなんですけど、そういう風なのを見つけてね、まず手にする、そして中身を開く、まあそういう部分でねいいのではないでしょうか。まずはね、まあ僕はそうですね、何でしょう、まあ例えばですけど、まあ本でいいなと思うのはですね、まあ自分が今までちょっと読んだ本の中ではですね、やっぱり考え方、人それぞれやっぱりね経験して考え方、こういうふうに決断したとかね、やっぱりいろんな人の話が載ってるような本とかやっぱりあるんですよね。今は結構ネットの方とかでもやっぱりね YouTube とかそちらの方でも結構出されてる部分もあるんですけど、やっぱりネットの方で出てるのと本で読むっていうのはちょっと違いますよね。本で読んだ場合はやっぱり自分の中の心の中のな、表現、心の中でね想像して本を理解して読むんですけど、まあ、そこはねネットでちょっと目で見るような部分っていうのはちょっと違いますよね。まあ、やっぱりそこでそういう部分がね想像力を働かせてくれるのではないでしょうか。はい、やっぱりそういう風な部分っていうのは本の力ですよね。うん、まあそういうのもありますし、まあ本の力っていうのは本当に奥が深いなと思います。まあ、実際ね今はもうやっぱり本を読むよりもネットの方で調べてるっていう人も結構いらっしゃると思うんですけど、まあネットはネットでね、いろいろ調べたりとかそういう部分っていうのはすごい便利でもありますよね。まあどんなにでもネット社会になったからといってもね、本も大切ではないでしょうか。やっぱり活字を読むね、まあ今ね、タブレットの方でもね電子図書、電子書籍とかもあるんですけど、で本、そうですね、やっぱ本を手に取って見る、ちゃんと開いて、そういうね形もちょっとネットで見るのとは違うかなって、やっぱり想像力が働きますよね。はい、まあ後々ね全部ネットに変わっていくんかなっても思ってたんですけど、今自分なりに思うのはやっぱり本は本でね、実際手に取って1ページ1ページ開いていく、その動作をしながらね、その活字を読んで想像するっていうのはちょっとネットではできないかなみたいな、そういうのをねちょっと最近感じながらね本を読んだりしてますね。はい、まあそんな中でもやっぱり常に自分が読んだ本とかそういうのはできるだけね週に1回見るようにしてますね、その本のタイトルとか、まあ、もちろんね読み直すこともあります。はい、まあこれそうですね、まあ、どのぐらい読むんか、これ
結構本ってね読むのめんどくさくなったり、今なんていうんですか、やっぱスマホもあったりしますよね。まあない時代はねあれだったんですけど、今実際ね皆さんもスマホを使ったりもしてると思うんですけど、実際1日ね何時間スマホを見てますか？結構多分見てる方多いと思います。1時間2時間もしかしたらそれ以上ね見てる方も結構いると思います。まあ基本スマホはねパソコンがね片手で見れる、どこでも見れるようなね形になっていますしね、やっぱり移動しながらでも見てしまう、そういう風な形でねやってるためやってるのでね、どうしても見入ってしまいますよね。まあ、結局そう1時間、まあ、例えば1日ね自由な時間が 4,5 時間あったとして、その中のどのぐらいじゃスマホをね見てる方結構見てると思うんですよ。まあそういう時間もね、1日24時間っていうのは10年前20年前30年前昔と変わらないわけなんですよ。そういうのね、新しいね時代とともにやってきたスマホをね見るっていう時間がやっぱりあるんですよね。まあ、結局じゃあ自由な時間ね、寝る時間、仕事の時間、ご飯食べる時間、生活する時間、最低限のねその自由な時間でスマホを見てるわけなんですけど、まあそういうところにじゃあ本を読書をするっていう部分っていうのは結構ね昔よりもできない、やりにくいね時代ではないかなと思っております。まあでも自分もねやっぱりなんていうんですか、結構そういうふうに思ってやっぱり考えたんですよ。で自分はね一応決めてます。1日このぐらい何分何十分は読書をしようとね決めてやってます。最低ね、まあ、もちろんね急に時間が空いたとかちょっと余裕があるような時はねできるだけ読書をするようにしてますけど、まあただやっぱり決めないとねなかなかできないような時代になっているのは確かです。はい。まあそういう中でもねやっぱりそういう読書をする時間をね作ろうと思うとなるとね結構自分で鞭打たないとねできないこともありますよね。うん、結構もう読書はいいわ、ネットを見ようとかね結構あります。まあそういう中でもね自分でちゃんと決めてね、はい、行動するようにしたらいいかなと思います。まあ自分の一日のルーティーンといいますかね、流れっていうのをそういうのをまあある程度若い時はね結構バラバラなんですけど、ある程度年をいってくればね。大体自分の一日の過ごし方っていうのはあると思うんですよ。まあ、そういう中でね、どういうふうに何をやっていくっていうのをねちゃんと決めてねやるようにしたらねいいかなと思っております。はい。まあ、そういうふうにねやっていければ、うん、結構充実感ありますね。まあ、一日のね計画を立ててね進めていく、そういうふうにしたらね、割といいような形でできるんじゃないかなと思っております。読書をね、はい、やっぱり読書を一日一日ちょっとずつでもねやることでね必要じゃないかなと思っております。結構ねまあ一番あれかな、読書をやってよかったなと思うのはやっぱり自分がね経験して失敗する前にね他の人ねやっぱり本を出してる人がこういう失敗があった失敗談とかね結構、まあ、孫さんとかね今ソフトバンクのね会長社長会長さんですか、もうね何度もね失敗しながらでもね結構決断してねやっていってる、結構ねまあすごい経験談とかね、こういう考え方でこういう判断をしたとか決断をしたとかね、やっぱりすごい自分がそういう風にならない前にねなる前にそういう情報を仕入れるっていうのはやっぱり読書の強みかなと思うんですよね。はい。まあ、そういう意味でもね人の経験談とか失敗談とかねやっぱそういう情報を仕入れるのも読書とかすごいいい内容の部分が仕入れられます。結構何でしょう、人生をね歩む中でねやっぱり読書すればね読書をすることでね豊かな人生になる部分も結構あると思います。まあ例えば
イラついてる時とかね、気分が冴えない時とか、そういう時にね読書をするっていうのも気分を変えることもできますし、いろんなね、いいこともあります。まあ、そういう時に逆にね訴えたいものがそのまま入ってくるとか、そういうのもあります。まあ、そういう意味でもね読書っていうのはしていただけたらなと思います。ちょうどね、もう秋のシーズンですよね。はい、そういう意味でね読書の秋にもなります。なのでねぜひね本屋さんにね足を運んでね見るようにしてください。そしたらねきっといい本にも出会えるかもしれません。あなたの人生をね変えてくれる本と出会えるかもしれません。まあ、もちろん人と出会うことも大切ですけど、いいものと物、まあ本もそうなんですけど、いいものと出会えるってことはやっぱり幸せなんですよね。いいもの、いい人、いいものと出会おうと思うんであれば待たなくてね、自分の足でねちゃんと行動を起こす。そしたらねいいものと出会うこともあります。なのでねぜひね皆さんもね本屋さんに行ってください。はい、絶対行ってくださいねきっといいね出会いもあると思います。はい、前半お話しました。あ、後半今日ちょっと待ってください。後半あれ、後半何の話するって言ってましたっけ。後半な、ちょっと待ってよ。はい、後半いろいろちょっと考えてたんですけど、あれちょっとド忘れしてますね。まあいいや、後半ね、ごめんなさいねタイトルさっき言ったかな、俺後半何を話すって言ってすいません、申し訳ないです。まあどちらにしてもね皆さんにためになるようなお話をしたいと思います。そうですね、後半何を話そうかな。 OK です。ちょっともしかしたら最初に言ってるねテーマと間違ってるかもしれませんが、ちょっと聞いた上でねまたそのテーマ話しましょうね。今日はねそうですね、まあいろいろねテーマいつも考えてるんですけど、今日じゃあ旅行についてねお話しましょう。旅行ね、はい、ちょっとあれなんで急にテーマ変わってんね、すいません、ちょっと急に変えましたね。旅行についてお話ししましょう。まあいつかねいくつかテーマあったら、今日すいませんド忘れしてるんですけど、はい、旅行についてお話しましょう。はい、皆さんどうですか、旅行結構行かれてますか。まあ最近ね LCC の飛行機がねすごい安くなってるのでね、いろんなところに旅行行かれる方も多いと思います。まあ、本当に気軽にね海外の方に行けるような時代になってきましたね。まあ、これもねネット社会になってね、いろんな人件費の削減とか、いろんな飛行機の燃費が良くなったりとか、本当にいろんな意味でね時代の流れでね LCC 格安航空会社のねやつが結構あったりもするんですけど、おかげさまでねやっぱり本土の方に行くのも安く行けたりとか、本当に今便利な時代ですよね。まあ僕ら、まあ、2,30 年前とかでしたら LCC とかなかったんでね、結構やっぱり飛行機代とか移動するのにもすごい費用かかったんですよね。まあそういう意味ではね飛行機乗るのも本当になんていうんですか、一般の方々でも気軽に乗れるような感じになっておりますね。まあ、これね時代の中ですごいいいことだなと思います。まあ日本人だけじゃなくてね、海外の方もやっぱりからも日本にねいっぱい来れるように、本当にね今の時代自由な時代になったかなって思うんですけどね。まあどうですか皆さん、沖縄から出たことない人もいらっしゃるかな。まあ最近はねほとんどの方はやっぱりね、若い修学旅行とかでもね沖縄から結構出てる方もいらっしゃると思いますし、本土の方に行ったりとか、まあどうですか、海外にね行った方とかいらっしゃいます。あ、もちろんいますよね。はい、まあまあ海外に行ったことがない人も結構いるのはいると思います。
まあ私もねいろんな、まあ、2桁ぐらいの国をねいろいろ回らさせていただきました。もちろん 4,5 回行ったところもあります。まあ若い時からね行ったら結構そうですね、まあ、普通の人よりは行ってる方かな。はい、まあそんな中でもねいろいろいろんな国を回ってね、思ったんですけど、やっぱり日本の国がねすごい平和でね安全な国だな。まあもちろんそれもそうなんですけど、すごい清潔な国なんですよ日本。まあそういう国の中でもねこの南の沖縄ねすごい人も暖かいしね気候も暖かいね、すごいある意味こんなちっぽけな島なのに自然も多い。やっぱりある意味ね僕が見てもですねすごい世界的に一番恵まれてるような島じゃないかなと思いますね。確かにね基地があったりとかそういう部分もあるんですけど、まあそれを踏まえてもね世界に誇れる、まあ日本の中でもね有数な、本当に有数なところだと思います。まあ、沖縄はね本当に、まあ海外から投資家もねやっぱり沖縄ってすごいやっぱり見方が違うんですよね。まあ日本の中でも沖縄っていうのはこれから発展していくっていう部分も踏まえてねやっぱり未来が明るいような感じですよね。まあ今ね沖縄もバブルっていうも言われてるんですけど、正直言ってこれから日本の中でもね将来的にね発展していくのは沖縄じゃないかなと言われております。まあ、まず飛行機の便もね多いですし、やっぱり海外東南アジアの方からも来やすいですよね。まあ、LCC の便もねすごい多いですし気軽に来れるリゾート地なんですよね。まあもちろん交通の便がいいってことはこちらから向こうに行くのもいいわけなんですよね。まあ、そういう意味でもねいいと思います。まあ日本、まあ本土の方にね行ったら、まあ僕はそうですね大阪30年ほどね住んでたんですけど、やっぱり沖縄の変わり方とか変わっていった部分っていうのはすごいね客観視できたんですよね。まあそういう意味でも沖縄離れてみて分かる沖縄のいいとこ悪いとこっていうのがすごいあります。まあ、なかなかね多分沖縄でねずっと暮らしてたらなかなか分からないかったんじゃないかなっていう部分とかね、こういう気持ちにはならなかっただろうなっていうのも結構あります。うん、まあそういう部分もねやっぱり離れてみて分かるっていう部分もあるんですけどね。まあどちらにしても沖縄はいいところです。はい、では今日の2曲目、メインアットワークでちょっとお待ちくださいね。はい、今日の2曲目メインアットワークで OK。
はい、今日の2曲目、メンアットワークでオーバーキルでした。はい、今日の後半ね、旅行についてお話しております。旅行って言ってもね、いろんな旅行ありますよね。はい、まあでもね、旅行の数がそうですね、多ければ多いほどね、まあいろんなね体験もできますし、いろんなものを見たりとかね、いろんなものを肌で感じたりとか、いつもと違うね感動を見つけ出すこともできます。まあやっぱりね、人生感動がね多いほどね、やっぱり人も成長できますし、考え方も違います。もちろん発想力もね変わってきます。まあ何でしょう、まあ人によりますけどね、まあ、旅行に行ってねマイナスなことはないです。もちろんね、旅行に行ってね何か事故にあったりとか事件にあったりとかっていうのはあんまりいいことでもないんですけど、まあ違う意味でね、旅行に行けばね、本当は自分にとってマイナスはないと思うんですよ。絶対プラスになると思うんですよ。やっぱり価値観も変わってきますし、考え方も変わってきますし、いろんなね見る目も変わってきます。はい、まあイコールやっぱり何て言うんですか、自分の小ささとか、自分のね、自分ってまだまだ全然知らんのだなみたいな、そういう部分にもね気づかされたりとか、うん、今のままでいいかなとかね、本当にいろんな意味で気づかされる部分もあります。まあそういう意味ではね、旅行に行くってことはすごいいいことだと思います。まあ特にね、日本とは違う海外にね行くことはね、すごいいい経験になると思います。もうやっぱりそこの国のね空気感とか、日本とは違うようなね考え方とか、本当にね、っていうの驚かされる部分も結構ね、海外旅行に行けばね肌で感じることもできます。まあそういうのをね肌で感じるってことはね、実際手にしたりとか、見たりとか、やっぱり全然変わってきますよね。まあそれをね、まあ人生やっぱり一回しかないのでね、やっぱそういう体験とか経験はね、できるのであれば私はした方がいいと思います。絶対ね本当に心がね大きくなる、心が大きくなると言いますか、自分自身のね、自分自身がかなりね成長させてくれるのも旅行ではないでしょうか。まあ短時間でね自分を成長させてくれるのも旅行だと思います。まあやっぱり新しいものを見たりとかね、新しい体験をしたりとか、やっぱりそれっていうのは普通の日常生活ではね味わえない部分が結構やっぱり旅行とか、特に海外旅行とか行きましたね、やっぱそういうのがあるんですよね。やっぱ見るものが初めてであったりとか、もうほんとしょうもないのでもこんなんあるんだとかね、やっぱりそういうのが結構、まあね、海外旅行でそんな同じとこ何回も行くあれでもないんですけど、まあまあ確かにね何度も行ったとかあると思うんですけど、まあそんな中でもね、やっぱり日本と違うような国に行くことでね、やっぱりその空気感とか、そこの国の状況っていうのを肌で感じることができますから、すごいやっぱり考え方とかね、自分の気持ちとかモチベーションもそうです、いろんな意味でねやっぱり変化させてくれますよね。そういう意味でもね、やっぱり旅行っていうのはいいかなと思います。まあもちろんね海外旅行なんか最初ねフリーで行くっていうの結構大変かなと思うんですけど、今結構安いパックのツアーとかね、あると思います。そういうのでもね最初いいかなと思うんですよね。まあやっぱりそれで行くことでね、まあ最初はやっぱりツアーとかで行った方がね海外旅行は楽かなと思います。やっぱりポイントポイントでね、要所要所いい有名なところ連れて行ってくれるのでね、何も考えずにねそれを楽しめるようなツアーなので、やっぱりそういうのはいいと思いますね。
まあ、今本当にね、結構安くいけますからね。ぜひね、皆さんもね、海外旅行行ってください。台湾とかね、上海とかもね、やっぱり結構いいです。まあ、韓国もね、結構、まあ、今韓国はちょっとね、あんまりあれなんですけど、まあ、でも韓国もね、普通に行ってもね、全然あんまり変わらないよっていうのも、私の友人でもね、結構いるんですけど、まあ、本当に韓国今行ってもね、あんまり、まあ、日本人に逆に優しくしてくれるようなね、人がもう多い。逆にね、まあ、私たちが騒いでるほど地元のね一般市民はね、私たち日本人に対してね、まあ、政治家の方ではね、結構やっぱ政治の方ではね、国対国同士ね、あんまり仲いいことないんですけど、まあ、一般の方々にはね、すごい優しく接してくれるらしいです。まあ、韓国からのね、旅行者はすごいね、もうかなり減ってるんですけど、日本の旅行者結構韓国にはやっぱ多いんですよね。今も増えてるみたいですよね。まあ、そういうあれもあって、やっぱりまあやっぱり行きやすくなってる部分も結構あるんですけど、本当にね、今本当行きやすいです。まあ台湾もそうなんですけど、シンガポールとかあの辺もすごい行きやすいです。ぜひね、海外旅行に行ったことない人はね、行ってくださいね。まあ、もちろんパスポート取るのも結構大変なんですけど、まあ取ってね、行く価値はあります。まあそれでね、もしかしたらあなたの人生は変わるかもしれません。そのぐらいね、やっぱ刺激っていうのが結構あったりとか、本当にね、いろんな部分でね、自分を成長させてくれます。短期間でね、もうやっぱり私は思うのは、やっぱり本当に短期間で自分を変化させてくれるのは旅行ではないかなと思います。まあ、特にね、海外旅行とか、新しいものを見たりとか触れたりとか、ね、その空気感を肌で感じたりとか、やっぱそれっていうのはね、大きいです。はい、ぜひね、皆さんも行ってください。まあまあね、沖縄でも多分、沖縄そうですね、沖縄の住んでるね、リスナーの方、沖縄の方も多いと思うんですけど、やっぱ沖縄の方でも実際小さい、沖縄って結構小さいんですけどね、沖縄のことはなあんまり知らないけども、僕ね結構多いなと思ってね、はい、結構思ってます。割とね、本土の人の方がね知ってたりとか、あと観光客の方がね、リピーターとかの方がね、沖縄を結構知ってたりとか、そういう人多いです。割と沖縄に住んでる人ほどね、沖縄のことを知らなかったりとか、沖縄の穴場を知らなかったりとか、はい、やっぱ行動範囲内、範囲がね狭いんですよね。まあ結果いつでも行けるわっていう感覚なんでしょうか、それとも、まあ面倒くさいからいいかみたいな、まあ、それもあると思うんですけど、結構ね、地元沖縄の人もね、知らない場所って結構あります。私も、まあ、沖縄、大阪からね、沖縄に引き上げてきて、結構やっぱり自分が知らないとこね、割と探検しに行くんですけどね、こんなとこ道あるんやみたいなね、あんまり地元の人でも入らないとこ入っていったりとか、結構ね、おお、こういう場所もあるんだ、結構こんなちっぽけな沖縄なんですけどね、やっぱり感動するのを見つけたりとか、はい、こんな場所もあるんだと結構あります。まだ自分がね行きつけてないところも結構あるんですよね。まあ、そういう意味でもね、やっぱ新しいところと出会うっていうのが旅行でもあるんですよね。まあ、そういう意味でもね、旅行はもちろんそうですね、まあ一人で旅行行かれる方もいるとは思うんですけどね、まあ友人同士でもいいし、結構ね、彼女彼氏でもいい、ね、恋人同士でもいいし、やっぱり旅行行くっていうのは結構おすすめです。まあ本当にね、今は行きやすい時代なんでね、ぜひ行ってください。そしたらね、本当に人生観が変わるような出来事があるかもしれませんし、全然変わってきます。でやっぱり行く、例えば僕が20代に25、20代に行った同じ場所、
と、40代に例えばドイツとかなんですけど行ったらね、やっぱりねその時の年齢で行った時と、まあ、10年後に20年後の年齢で同じとこに行ったらね、やっぱりね感受性が違うんですよね。感覚が自分に対する入ってくるね感触が違うんですよね。同じもん、まあ10年20年はそんなに変わってなくてもやっぱり感じ方が違います。うん、そういう意味ではねすごいやっぱり同じところをねまた行くっていうのもありかもしれません。はい、まあ時期を置いて、ね、挟んでね、そういうのも結構いいと思います。なのでね、ぜひね旅行はね行けるようにしてください。まあ年にね1回ぐらいね海外旅行行けるようになればね最高ですね。ちゃんと計画立ててね皆さんも行けるようにしてください。絶対おすすめなんでね、ぜひ行ってください。はい、では今日のボスタイムいかがでしたでしょうか。明日は月曜日ね、週の始まりの月曜日、嫌な月曜日だと思わずにハッピーな1週間を過ごせるように頑張っていきましょう。この番組の提供は、素敵な出会いを探すなら鳥のパーティー、確かな出会いをするならマレッジサーチング、以上各社の提供でお送りしました。本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。それではまた来週。バイ。